これまた貴重なやつでして、ランボルギーニチータと呼ばれたやつですね。で、これはランボルギーニが77年のジュネーブ賞に参考出品したスーパーオフロードカーがチータ。当時営業不振に勤めていたランボルギーニ社が、愛でいたランボルギーニ社が、中近東あたりに至っていたオイルダラを目当てに企画したものと言われる。DOA シール V12-7、クライスラー製の 5.9 リッター、183馬力、V8 をビットチップ、後部中央にせり出しているのに搭載し、トークフライト製3段自動変更車と組み合わせて、フルタイム 4W としていた。ショーに展示されたモデルは、シャーシーが鉄板で、ブリエ FRP 製、前輪独立効果にミッキー・トムソンの 14×34.5 タイヤを履き、最低地上高は28センチだった。ホイールベースは117インチ3センチ、車重2042キログラムというモンスターだが、レーカル車記録が11秒という加速度と、砂幅を145キロで走破する能力を予測していた。で、搭乗能力は 37.5 度、1メートルの丸太を乗り越えることができ、水圧1メートルの川を渡ることができた。実際に試験が始まったのは、81年のジュネーブ賞で賞に JLN001 として、ランボルギーニ製332馬力 4754cc を登場し、再登場して以来、82年もの、フロントエンジンで変わった LL002 から、その LL002 にも86年までに23台がまあ作られたにとどまったということなんですね。でもそれがまあこの車でもあるわけなんですが、1977年、わずか1年しか作られなかった。短めの時代に作られた車です。で、まあ分かりやすいように、チーターだからまあね、ショーのチーターの柄になってて、こういうの今貴重ですね。で当時トビカでこの柄のがありました。通常版でね。で、こういうふうにこれね、ドアがないんですね。で、ドアがないので、まあ、カーブでこう、ブーって曲がった時、こうなった時にね、こうやって、荷物ごと振り落とされないようにね、まあ気をつけなきゃいけないんですけども、まあ、なかなかこう珍しいチーターです。でこの後ろも窓枠がなくて、こういう風な感じになっている非常にですね、作り込みが丈夫でまあ良い車。ただリッターがすごく燃費悪いですよ。わずか3リッターぐらいしかない燃費なので、まあすごく燃費としてはあまりよろしくないんですが、まあ、そこはお金持ちですから、ね、まあ、こういう車を買う人ってのはまあ燃費は気にしないという人ですね。ですから、こういう車というのもなかなかね、いいんじゃないかなという感じでして、まあ、非常にこのチータの絵柄というのもまた可愛らしく、可愛らしいというか、なんていうかな、かっこいいというか、まあ、そういった、感じになってて、なかなかいいんじゃないかなという感じです。どうもありがとうございました。